何にしようかな。何にしようかな。ポストしました。こんばんは。ちょっと元気がないかもしれないけど、それは眠いだけだから気にしないで。眠いだけなんだ。心は元気です。お疲れ。22時30分ですね。時間ぴったり。お疲れ、お疲れ。皆さんお元気？前髪決まっとる。本当でも今日は。いや違うね。昨日なんよね。私の前髪が決まってたのは。昨日は、もう過去最高に前髪が、の調子が良かった。メールでも送ったんだけど、前髪の調子が良すぎます、つって。今日はちょっと、昨日に比べたらこれダメです。トラさん。クマ。ありがとう。ありがくま。あ、思いを届けありがとうございます。下北 FM、おつかりんって、そう、下北 FM に出演させていただきました、今日。だから、さっきぶりになるかもね。見てくださった方ありがとうございます。ちょっと喉が渇いたので、あ、でもまだ絶対熱い、これ湯気が出とる。絶対に暑いね。猫舌なので飲めない。まだ飲めないわ。春眠、あれ、春眠暁を覚えずで合ってる？待って、ごめんね。すごいさ、今 このさ、カメラのある真下の位置にこれを、ほうじ茶を置いてたから、すごい湯気でもわもわしてたかも。今日はなんか盛りだくさんな一日だった気がする。朝からフェスのレッスンあって、その次もう別のレッスンがあって、そこからの下北 FM リハーサルやって、台本も今日いただいたので、なんだっけ、スケッチブックに書いて、下北 FM さん出させていただいて、そして今ようちゃんさんキャンディー、ありがとうございます。キャンディー、ありがとう。
皆さんありがとう。ホワイトデーということか。でも3月7日。もうちょっとか。昨日配信すべきだった。そうよね。それはちょっと思ったけど、ちょっとちょっとできなくて。昨日はゆらぽさんと一緒にいた一日。けんちゃんお疲れ、ありがとうございます。ありがとう。ね、湯気が見えてたでしょ。ちょっとごめんね、なんか時差があるね。あざとかりんって、あ、この今萌え袖みたいにしてるのは、これは私冬はしがちなんですけど、これはあざといからっていう理由じゃなくて、私は自分の手が好きじゃないので極力隠せるときは隠したいという思いでこうしてるので あるんですそうという裏話があります。おつかりんおつかりん、初見さんもありがとうございます。ちょっと待って、くしゃみが出そう。なんか今日ね、すごいくしゃみが出るの私。メールには今日はあくびがいっぱい出た一日でしたって書いたんだけど、くしゃみも今日すごい出た。もしかしてこれはかのつくあれ。今日はぐっすり寝そうです。そうね、今日はぐっすり寝るわ。皆さんは明日は何時起き？そう、ゆらちゃんゆらぽ、ゆらぽ、でも別に何だろう、ゆらちゃんって呼んでるよ普段は。確かに、でも今日もなんか文字に書くときに、文字で名前書くってなったらゆらちゃんのことゆらぽって最近言ってるかもしれない。なんでだろう。手が好きじゃないんよ自分の。この前さ、お母さんと会っていろいろ話してたんだけど手の話題にもなったよ。なんか手がずっと成長しないねってなんかすごい変って言われたなんかなんだろう、すっごいね、もうなんだろう、普通さ、なんかあるじゃん、筋とか骨とか、それがないんよ。で、小さい頃はもう子供の手だからそういう手だって思ってたけど、大人になってもずっとそのまんまだから、え？だよってこの前も言われた。ねえ、明日金曜日だね。7時起き？5時起き？6時起き？4時40分起き？え、2時半起きっていうこと、どういうこと？え、2時半起き？この前の私と一緒や。早起きだな。
そう、ゆらちゃんのこと。でもゆらちゃんは最近私のことさやかさんって呼んでくる。三呼びなの。今日もなんか昨日の写真ツイートしてくれてたんだけど、さやかさんって書いてた。え、そうなんよ。手がね、もう生まれた時からあんまり成長してないかもしれん、手のフォルムが。だから私は隠してます。隠するときは隠してるよ。だから手のね、なんだろう、すごいあの綺麗な人憧れる。だから割と、なんだろう、自分の何コンプレックスに思ってるからこそかもわかんないけど、結構人の手を私見ちゃうかもしれない、昔から。握手会始まったらどうするのよって。でも昔から褒められるのは、あの触った感じは褒められますよ。友達に手だけ、私の手だけのマスコットキーホルダーみたいに作りたいって言われてたくらいなので。だからそれはいいところかもしれない。ゆかりの一番好きなところ手かもしらんって。その友達と同じこと言ってるかも。私の本体はいらないけど手だけのマスコットが欲しいって言ってた。言われたの。ちょっと待って、コメントにさ時差があってさ、ちょっとなんか話が生き生きしちゃうので追いつこう。しんたんたんさん、思いを届け、ありがとう。くま、ありがとう。あいつか。河原作りの時、そう、私だから内心ちょっとね、あの河原作りの時、あのバスツアーの時手形取ったんですけど、内心ちょっとあって思った。内心ちょっとヒューガヒャンさん、いいね、10回ありがとうございます。いいね。何に対するいいねだろう。そう、ちょっと今日やっぱ眠い時ってさ時差出がちかも。すごいゆっくりコメントを読んで、その一個一個についてゆっくり話してたら時差ができちゃう。
けどもう追いつきそう。翔一さん、タワーありがとうございます。ありがとうです。ありがとう、ハートタワー、ありがタワーです。ハートまたお礼させてください。今日もありがとうございました。翔一さん、下北 FM もありがとうございました。かわいい、何タワーなんだろう。キラキラ宝石。生電話もありがとうねって。こちらこそ、こちらこそ。ヒロアカのフィギュアこっそり飾ってるんですねって。そう、なんかちょっといろいろ物をさ物を置こう、インテリア、インテリアっていうのかな、ちょっと置こうって思って、そうフィギュアね置いてるよ。ヒロアカの爆豪くんのフィギュア置いてる。よいしょ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 。よし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 。そう、ほら置いてます。置いてる。初めて見せたかもしれん。ちょっとアニメ漫画コーナーを作ろうと思って。スクショタイム普段せんスクショタイム。そう、普段せんけど、なんか持った時だけする。確かにインテリアをちょっと頑張ろうって思ってから、その方向性がそのアニメとかのグッズに行っちゃうのはあれかも。そうやって考えたらちょっと普通じゃなかったのかも。でも実家とかの方にはワンピースのフィギュアとか結構飾ってました。よし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 。このタイプもある。カズサさんめっちゃ可愛い、ありがとうございます。ありがとう。
インテリアというよりオタク部屋になるかな。そうか、じゃちょっとでもそれはそれで、お地球さん、クマありがとう。思いを届け。私結構ねグッズとか集めちゃうタイプの人間ではあるんですよ。ハマったり好きになったりしたら欲しい、これも欲しい欲しいってなるタイプなんですけど、高校、中学、高校生ぐらいまでは、だからハマったアニメのグッズをいっぱい買ったり、なんかランダムグッズをもう推しが出るまで買ったりとかして学校帰りにアニメイトに通ったりしてたんですけど、でも私は使いすぎちゃう人なんだって、一回こう集めたりしだしたら使いす、もうあの限度がなくなっちゃう人なんだっていうことに気づいて、もうねある時から集めるのを我慢してるというか、自分に禁止にしたんですけどそうだからなんか本質的には割と集めたいタイプではあるかも。そうなんよね。でも集め出したらさもう止まらんくなるやん。疲れさん星10個ありがとうございます。ありがとう。そうよね。皆さんはどうですか、さやかりんグッズはさやかりんグッズに関してはどうですか。そう、並べてみると不思議な達成感あるよね。そうなんよ。なんか実家の時はもう本棚があって漫画ザーって並べてて、その、まあ、前とかその別の段とかにフィギュア並べて、わあ、やってました。なんかキーホルダーとかも買ったりしてたんだけど、それを棚にさなんかこういい感じにつけれる、垂らしたりできるように自分でしてて、はあってました。楽しいよね。アクスタが増え続けてってる。え、アクスタってさみんなさどこに置いてくれてるの？どうしてる？うん、図鑑バッジとかねえ、でも私結構ランダムのものが割と引きが強かったんですよちょっと引きが強いと自分では思っていて、あ、でもどうなんだろう、引きが強いのか引くまで出るまで引くのか買うのか分かんないんですけど、まあ
結構ランダムグッズも集めてた。疲れさん、かわいい10個ありがとうございます。ありがとう。カードとかファイルに入れて集めてた。カードか、カードはもう幼稚園の頃とか幼稚園の頃とかになんかおしゃれカードみたいなそれぐらい過去の話になるかもしれない。カードっていろいろあるもんね。バトル系のやつ。お疲れさん、かわいい10個ありがとうございます。セーカリン線まで作って16体並べとる面白い。え、センターどのさやかりん？センターさやかりん、どれですか？センターの私はどの人なんだろう。面白いな。フィギュアの隣に並べとるん？え、何のフィギュア？え、ちょっと嬉しい。隠してる？あ、棚？アクスタ用の棚があるんだ。いやー、嬉しいな。ほうほうほう。パソコン置いてる机？うん、テーブルの上？いやー、でもさ、なんか私のさ、そのアクリルスタンドとかをさがさ、そのみんなの家に置いてもらえてるって考えたらすごいなんかなんか、え、面白いね。あ、そうだからその名残でそのランダムのグッズとかを出るまで買ってた名残で今も神社のおみくじ大吉が出るまで引きたくなるのかも、引くのかもしれません。そう、推しが大吉だからね。大吉推し。お疲れさん、クマありがとう。クマ、何クマだろう。なんか帽子かぶってる。一回アクスタ側になってみたいってどういうこと？アクリルスタンドになんかでもちょっとありそうじゃない？目が覚めたらあれ、ここはどこみたいな感じでさ、動けないって言って、あれ、もしかして私アクリルスタンドになってるっていうことが あるかもしれませんよ。あなたの家にいるさやかりんが私の意識が乗り移ってるかもしれません明日朝起きたら
え、どうしよう、本当に明日朝起きたらそうなってたら。UFO キャッチャーとか注ぎ込むタイプって、そう、それもあったかつて。だからそれもゲームセンターも今はもうやめにしてる。楽しいよね。ああ、もう飲める。湯気がなくなってる。怖い話なんかありそう。目が覚めたらアクリルスタンドになっていた件。たまに視線を感じる？その時は私が見てるかも。等身大さやかりんが欲しいって。本当に言ってる？ 落ち着かんくない？家にさ、等身大の大きさのさ、人型の、アクリルスタンド？パネル？ 絶対落ち着かんよ。そうなんよね。割とハマりやすいタイプかも。ですね。眠いかって、え、そう、配信始めるまでめっちゃ眠くて いつも私こう言ってる気がするな。配信始まるまで本当に眠くてさ、もうあくびも止まらんくて、なんならちょっともうなんか眠すぎて頭も痛いなみたいな感じだったんですけど、もう配信始めたら目が覚めてきた え、毎回これ言ってる、本当に毎回言ってるの、なんなんやろ。もう目が覚めちゃったよ え、本当に毎回言ってるよね。不思議じゃない？眠いのかな？今でも全然、そういつものパターン。やばいやばい。もう眠さがどっか行っちゃったぞ。配信で目が覚める。さやかりんあるある。もう何度このパターンを繰り返したことか。でも、ね、多分配信終わったりしたら、また普通に眠くなると思う。寝るのだ。寝るのだ。喋ったりしてたら目が覚めてくるのかな。そうなのかな。
今は眠い時間かな。なんで今日くしゃみが出たんだろう。レッスンの時も止まらんくなったし、そのレッスンから帰ったりしよる時も止まらんかったし、下北 FM さんの何の時かな、 CM 中とかもなんか一回不思議だな。まあそういう日か、そういう日だよね。そういう日、うん、まだ抗えるよまだちょっと抗ってみせます。うん、まだそんな、うん、言うほどじゃないと思う、多分言うほどじゃないと思うからね、多分こんなものじゃないでしょ。何がとは言いませんけど何がとは言いませんけど、こんなレベルじゃないと思うからさ、多分、うん、だからまだ私は私はまだ違います。鼻声じゃないよ、鼻声じゃないよ大丈夫、目もゴロゴロしない、目もかゆくないから、うん、大丈夫大丈夫さ。そうそう、今週末は、はあ、福岡でフェスなのでよろしくお願いします。土曜と日曜楽しみだ。髪型どうしようかな。悩み中。明日が金曜日で、もう明後日と明後日。結構今月はたくさんステージに立たせていただけることがいいので頑張ります、頑張ります。髪切りたい欲はそうね、今のとこないです。なんかしっくりくる長さになってきたんじゃない？
ボブあたりは私結構一番好きな髪の長さではあるんですけど、ボブからちょっと伸びたぐらいの長さが一番ね切りたくなる時期、なんか中途半端だなって私なんかなんかしっくりこないなってなっちゃって、一番切りたくなる時期なんですけど、もうそこ乗り越えた気がするから、しばらく伸ばすかもしれんって言って、ごめんね急に切ったら。今日ラーメンの話題多くて困ったねってそうだよね、福岡出身ですって言ったらさ、ラーメン美味しいよねみたいな、豚骨ラーメンみたいな話、ここのラーメン屋さん知ってるとか言われること多いんですけど、いやラーメンはちょっと食べなくて、どうしよう、もうラーメン好きに なるべきなのかな、すいません、5年に1回しか食べないんですラーメンは。カレーさんめっちゃ可愛い、ありがとうございます、ありがとう。もう少し短い方がいい？まだいける？そう、シックリンシックリン着てます。でもね、長すぎたら長すぎたで、それはなんか、あ、自分じゃないってなる。一時期めっちゃ伸ばしてた時期あるけど、その時の写真とか見たら、ちょっとそれはしっくりん来ないかも。アーシャでボブかりん、そうよね、そろそろさ、アーシャの時期よね、アーシャが変わる時期じゃないですか。そうだそうだ、じゃあ多分その時までに切るなら切らんといけんね。そうなんよね、ラーメン。尾道ラーメン食べてから食べてないね。食べてないです、ラーメンは。うん、食べてないから、あれ食べたのいつなんだろう、母と尾道に行った時に何年かぶりにラーメン食べて。でも私がラーメンをなかなか食べれなくなったのは、もう過去に誰かが私に不確かな情報を教えたから。小学生ぐらいの時にラーメンを食べたら72時間消化されなくて、体の中にずっとラーメンがいるんだよって言われて、えっ？えっ？ってなってからあまり食べれなくなった。それがなかったらそれがなかったら多分普通に食べてたと思う。え、でもさ、ちょっとさ、あれかも、そろそろさ、もうちょい髪伸びたらさ、また巻き髪の練習せんといけんくなる私巻き髪できないんだよね、自分で。
ゆずきちさん、ありがとうございます。くま、ありがとう。思いを届け、ありがとう。そう、カールアイロン買ったんですけど、前髪は充電が残り 10% だった。じゃあ 10% が切れる前に終わろう。iPad 基準でiPad 基準で配信時間を考えてる人。何の話だったっけ。え、そう、そのカールアイロン全然あるんですけど、家に洗面台のところにずっと置いてるんですけど、そろそろね、自分でね、巻き髪できるようになった方がいいよね。あらあら、もう、巻き髪ができないから、カールアイロンから逃げるために髪を切るかもしれん。それもあるか。だってボブだったらそんな巻いても可愛いけど、そんなね、巻かないから。逃げちゃダメだって、それでいいんですかって言われてる。練習しようかな。そうか、明日の時期か。また頑張らないといけない。おじさんに。おじさんにアーシャの評価を聞かないといけないから、毎年アーシャについてお正月に評価をされるので頑張らないといけませんわ。ちなみに今回のアーシャの評価は、前回のよりは良くなったねって前回のよりはまあ良くなった、ぐらいだったので、ちょっとそうね、なんと、いいじゃん、可愛いじゃんってじゃあ言ってもらえるようにそれを目標に頑張ろう。あ、今まで一番いいよ、あ、これにしよう、今まで一番いいよって言ってもらえるように頑張ろう。
そうね、おじさんには実年齢より若く見せないといけないという、あれがあるから。至上命題。そう、19歳設定でいかないといけないから。もう無理しないでって言って。そうだよね、そろそろ厳しいかもって私も思ってる。だって6月で23になるので、4歳サバを読むのはいけるかな。お年玉をね、そうもらうために19歳設定でお正月だけ過ごしてるんですけど、もうすぐ、そうね、誕生日も来ますね。大丈夫かな、 iPad の充電一瞬見ていい、何パーか。じゃあ6パーだったので、あと何分いけるかな。6% ってあと5、でも全然いけそうよね。10分はいけそう。いけんかな。じゃあ30分に始めたので30分に終わろうかな。そう、0パーになったらまたね、切れてない暗闇になって永遠に続くという現象が起こるんですよ。充電が切れて、端末の充電が切れて配信が終わっちゃったら、なんか残り 5% 残り 5% だって充電したらいい話なんだけどさ、ただただ充電したらいい話なんですけどね。ちょっとギリギリを攻めていこうと思います。あと5分、 5% で5分って持つよね。え、でもさ、さっき 6% って言って今もうすぐ 5% になったから 1% って意外と短いね。いけるか。でも 1% 1分が持つでしょ。ということは 5% 5分も持つ。いけるいける。チキってるって、チキってないし、チキってないし。充電器つなげられないのって、全然つなげれるよ。全然つなげれるよ。みんな今つなげられないって思ってたでしょ。全然普通に今スマホ充電してるので、ただ差し替えたらいいだけなんですけど、つなげない。え、そう、今ね届くようにしてるの、届くようにセットしたのですけど。
いけるか、いけるか、今何パーセントか。いけるか。そんな感じで今日もお疲れでした。どうしよう、怖いちょっとこっそりみんなにはバレないようにつなげようかなまた今もうブチって切れそうでちょっと怖くなってきてるんですけど、今日もバレるんかな、音でバレるんかな、チキったチキってないよ、いいよ、つながないから、なんならもうずっとここにこうやって見せとこうか見せとこうか、こうやってそしたら繋いでないってことでしょ何どういう何の争い何の戦いいいよ、見せとくよ、全然そんなこと言うんだったら、そんなこと言ったらずっとほらもうここにじゃあ置いとくよあ、もう壇上山して、え、今 3% でほらもう今29分になったからもうもらった、この勝負は私がもらいましたまたぜひリベンジしたい方はお待ちしてます、ということで壇上読ませていただこうと思いますフフフ13位、ディルペルロさん。12位、もちきゅうさん。11位、けんちゃん。10位、しんたんたんさん。9位トラさん、8位一光さん、7位カズサさん、6位カズさん、さやかりん倒し、5位ヒューガヒャンさん、4位ゆずきちさん、3位ようちゃんさん、2位おつかれさん、そして1位しょういちさんありがとうございます。パチ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 、パチパチ、お疲れさん、くす玉ありがとうございます、タワーコーラさん、タワーありがとう、コーラさん、タワーハートタワーありがとう、コメントもありがとうね、え、お疲れさんもタワーありがとう。え、どういうこと？どういうこと？え？もしかしてこれさ、私に充電をつな、え、充電をつな、え、え、あれれれれ、お疲れさんも、すごい、トイプードル？ありがとうございます。ありがとうございますどういう謎のタワー、謎のタワーなのもし仮にさ、このこのあの充電をつなぐかつながないか問題の勝負でタワーを投げてくださったとしたなら、その目的でしたのなら、そんなね、そんなあの
ごめんなさい、あのなんかさ勝負とか言ってるけど、多分そんな価値のある勝負じゃないと思いますこれあのすいません、ちょっと誤解を招いたかもしれないすごい、あの私よし勝った、私の勝ちですみたいな言ってたけど、そんな内心心の中では何に勝ったんだろうって思ってたしずっと言いながら話しながらこれ何と戦ってるんだろうって思ってたしもしその目的であのタワーを投げてくださったなら、ちょっとごめんなさい、誤解を招くね発言をしてしまってちょっとじゃあという感じで、じゃあ今日は終わろうかなと思います。ということで、じゃあただのお礼はまた後日、近いうちに、させていただこうと思います。10日とかはどうなんだろう、お家に帰ってきて配信できたらそこでしようかな、からない近いうちにさせていただきます。ということでありがとうございました。近いうち点点点、あ今週中、あ今週1週間以内1週間以内にさせていただきます。じゃあね、じゃあ皆さんゆっくりとね休んでください。明日は平日ラストなので、ラストスパート一緒に頑張っていきましょう。ということでね、今日もありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。ゆっくり休んでね。おやすみなさーい。バイバーイ。今は 5% になりました。じゃ、バーイ。